どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人エルザです。今回はバージョン 2.6 で実装されたランハを使用して遊んでいきたいと思います。ランハといえば今流行りの超撃破編成アタッカーとなっていますが、敵の殲滅力とダメージの爽快感があるキャラクターとなっていますよね。革命的なところで言えば虚構女児のアタッカーとして活躍できる超撃破キャラとなっています。ですが、そんな魅力的なランハでも超撃破枠という激戦区のためいろんな問題を抱えています。その中でも一番の問題点としては、超撃破を効率よく使うための編成用キャラが不足しているというところです。ルアンだったり調和主人公をどこで使うかというところですね。ということで今回はそれを解消するためにこちらの編成を使って遊んでいきたいと思います。それがこちらです。衝撃波ダブルアタッカー編成ですね。ルアンを抜いてのダブルアタッカー編成というところになります。まあ、ルアン抜いてるんでね、ちょっと心配なところはもちろんあるんですが、まあ、こちらでも試したところ十分強かったので、この編成を使って遊んでいきたいなと思います。今回ホタルをメインとして出していますが、衝撃波といえばブートヒルもいますので、ブートヒルも使ってどんな感じだったのかというのも話していきたいと思います。ただこちらの編成に関してはちょっとこのまま使うと難しいっていうところがありますので、調整用としてルアンのモチーフを主人公に持たせた状態で調整をかけています。どうしてもね SP の問題が発生するっていうところがありましたので、このぐらいはやっておきたいなっていうところです。ではこちらの編成を使って早速遊んでいきたいと思います。では今回どこで試すのかっていうところなんですが、末日の幻影の前半後半を使って遊んでいきたいなと思います。まあ、一通り全部見せたいなっていうところはあるんですが、末日と裏庭それぞれ見せるとかなり時間がありますので、ホタルに関しては末日の後半、ブートヒルに関しては末日の前半を使ってプレイ状況を見せていきたいと思います。それではね、いろいろ話しててもあれなので早速プレイを見ていきたいと思います。それでは早速ホタルの編成の方から見ていきたいと思います。ホタル調和主人公ランハレーサーという編成ですね。まあね、こちらに関しては全体が強いアタッカーを揃えているのでかなり楽になるんじゃないかなっていうところです。では早速やっていきましょう。最初の秘技に関しては主人公とレーサー、そしてランハを使っていきます。なるべく先手を取りたいところがありますので、ランハを使って人生を削っておくってとこです。そうなるとこうやって一気に削ることが可能でしたね。で、ここはあえて待ちます。ただ撃破が取れなかったのでたまりきらなかったってとこですね。じゃあ昭和主人公の必殺技を使って、ホタルもちょっと使っておきましょう。まあ、できればね敵の回復を待ちたいところがありますね。ですが削っていきましょう。あ、ここで削って、さらに、回復してもらって、で、ここで発動ですね。さあ、この状態でちょっと人生が削れています。やっぱレーザー強いね。炎弱点付与されれば、もうこっちの門みたいなところがあるんで、かなり強いなと思います。てか、今回、末日とめちゃくちゃ相性がいいですよね。さあ徐々に削っていって、あとはレーサーで削ると。でこっからホタルに頑張ってもらうところだね。あとランハの順番が来れば、お、ちょうど溜まりましたね。待って置いたらよかったんだけど、まあ連続で攻撃できるんでこれはかなり良かったかなと思います。で60万、やっぱり強いね。ダメージはやっぱピカイチですね。でまた60万と、やっぱ強い。で必殺技をどうしようかなってところなんですが、ここは一応削り優先で動いてます。あえて使ってないって感じですね。でランハに合わせて、そうだね、ここは使わなくてもっていう感じのところですね。まあ、でも使った方が SP も回復できるんで、ちょっと調和主人公使いましょうか。で調和主人公に持たせる理由が、今みたいにやっぱ SP の消費が激しくて回復する暇っていうのがあまりないんですよね。やった時にルアンのモチーフコインスを使えば今みたいに回復できるので、かなり余裕ができます。これがあるないでは通常攻撃を挟むことになるんで、結構勝手が悪いんですよね。さあ前半も終わって後半戦というとこです。結構早い段階で後半戦来ましたね。
で、状況としては、まあ、行動値としては200使ったところっていう感じです。では、こっからなんですけど、まあ、削り切るというか、できれば、ボスの10メーター分削れると一番いいのかなというところです。で、ここで、ナンハの必殺技を使って削ります。で、配ったので、まずは、虚数と炎だね。だからここで、レーサーでは削り切れないんで、ホタルを使います。順番的な繰り上げできなかったんで一応全体削っておいて、で SP がないんで通常攻撃します。でもモチーフを使っててもね、やっぱ SP が足りないってことよく起きるんだよね。さあここでどんどん削ってもらいましょう。でもやっぱり削り切らないとやっぱダメージは出ないね仕方ないけどね。さあ、でも、ランハによって全体で削ると。結構ね、ホタルとランハの削り合いっていうのが相性が良くて、ゴリゴリ削れるんでめちゃくちゃいいんですよね。で、主人が今回攻撃して、SP を貯めます。で、タイミングよく、ウサギちゃんが来たね。で、溜まった。で、列車発動して削って、あと5だね。メーター残り5もね、結構長いんでね、こっからできれば削り切りたい。ここはちょっと使って、確実に削りに行きましょう。できればね、この後回復してくれると。ありがたいけど、まあ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 、とりあえず超新軍を使って SP 回復で、これでホタルが動けるようになりましたね。で、この状態だと、ボス、かな優先は。で、周りをね、2、3体ぐらい削れるって言うんだよ。これで、あ、3体ぐらいいけるかな。よしよし。これが強いね。やっぱ、ここで削り切れるのが強い。で、しっかりと、10メーター分いけました。ルワンなしでこれ削り切れるのやっぱ強いね。攻撃頻度やっぱ多いんだなっていうとこです。さあ残りもわずかですね。さあレーサーで削って30万、やっぱ強いねヒラーの火力じゃないんだよね。ルワンなしやっぱこんだけ削るんだ強いね。お、80万出た。合わせて100万いきましたね。これすごいな。調和主人公で削って、でちょっとホタルタイミング悪いですが、必殺技が溜まってたので使っていきましょう。ここも削ってもらいましょうかね。58万、やっぱ単体に対して強いね。でここでダンハで48万と、まあ、チャージそんな溜まってなかったんですけど、それでもね2人で50万近くをポンポン出せるんで、なかなか強い編成かなと思います。ルワン入りだと多分もっと火力出るんだけど、これが一番バランスいいのかなってところですね。はい。ということで、ホタル入りの場合を見てもらいましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、結構ね、削りが強くてダメージも高いんで良かったんじゃないかなと思います。それではね、こちらの編成について3つのポイントをまとめて先に話しておきたいと思います。まず1つ目。炎弱点付与でチャージ獲得に貢献ができるっていうところです。まあ、ホタルに関してはね、炎弱点付与っていうのがめちゃくちゃ強いっていうのがありますが、この弱点付与に関してなんですが、自身と組んでるサポーターの弱点撃破機会を作れるんですよね。これがほんと強いです。で、これによって、レーサーの火力も上がりますし、さらには、ランハ自身のチャージも獲得しやすくなるっていう恩恵がありますので、非常に相性がいいところとなってます。ランハに関しては、どうしても弱点付与っていう点で貢献ができないところがありましたが、ホタルで無理やりつけて、レーサーでも削るっていうことができますので、より戦いやすくなるっていうところになります。では続いて2つ目です。ランハの隙間時間をうまく埋めてくれるっていうところですね。ランハの強化攻撃に関しては、強力っていうのはもちろんなんですが、速度アップの効果っていうのはないんですよね。追加ターンを得ることはできるんですが、2回目3回目の行動をするときっていうのは、どうしても行動順が影響してきます。場合によっては次の行動まで時間がかかるってことが多くなりますね。これが原因でダメージがロスする部分っていうのがあるんですが、ホタルの行動回数は速度アップによってかなり速くなっていますので、隙間時間を埋めるようにカバーしつつ火力も発揮できるようになっています。
意外とこのバランスがしっかりしているので弱点撃破のチャージを貯める機会にもつながるんですよね。場合によっては単純にダメージの蓄積ってことができますので、この隙間時間とのバランスがホタルは非常に相性がいいなと思います。それでは3つ目です。単体から複数まで幅広く対応ができるっていうところです。この編成の魅力は一番ここですね。ホタルの弱点付与と拡散、ランハとレイサの全体攻撃により敵への対応力っていうのがアップしています。ホタルによって弱点適正の幅が広がるっていうのももちろんですが、これによってランハの超撃破も発生しやすくなるっていうのがありますので、お互いに恩恵があるものとなっています。ほんと相性がいいんですよね。しかも両方とも拡散以上の攻撃になるので、多くの敵を巻き込んで戦えるっていうのは非常に魅力的なところとなります。ではホタル入りの場合のまとめに行きたいと思います。ホタルの性能によりサポート2人の性能を引き上げつつ、ランハの隙間時間も埋めれるため意外と火力と SP の両立がしやすいっていうのが特徴です。単純なダブルアタッカーとして扱いやすい撃破編成となっていますので、こちらはこちらでおすすめかなと思います。ただ調和主人公にルアンのモチーフ公演性を持たせる必要がありますので、そこだけは課題になるかなと思いますが、ルアンがいなくても使いやすいっていうのが特徴ですね。はい、続いてはブートヒルですね。ブートヒル入り編成を試していきたいと思います。とりあえずぶつかるのはランハですね。で、最初に来るのがブートヒルのターンです。で、ブートヒルに関してなんですけど、なるべく単体を殲滅するような意識で使っています。なので今回はまず弱点持ちですね。で、ランハに関しては SP 節約をちょっとしたいっていうのがあるので、ここは通常攻撃入れます。で、必殺技はちょっと我慢です。で、これで調和主人公の必殺技が溜まればっていうところなんですが、あ、カフカのおかげで溜まりましたね。これはなかなかラッキーだったなと思います。さあ、 SP も回復して4です。で、ランハも必殺技を使っていきます。で、ここでなんですが、全体じゃなくてなるべく単体から削っていきます。カフカ戦に関してはどうしてもカフカに弱点付与されないので、周りからね、しっかり処理していきたいと思います。で、レイサーはしっかり周りを削るっていうとこですね。結構ね、火力が痛いんでね、敵のダメージ痛いんでなかなか大変ですね。で、ここが必殺技をしっかり使っていきます。で、ポケットゲットして、ここでレイサーの必殺技を使います。ここで溜まってないとね、回復が追いつかないっていうとこですね。ブートヒルはね、どうしても被弾が高いんで、お祈り的なところもありましたね。ここは全体削っていきます。もうちょっとってところですね。左側そろそろ倒したいですね。ここしっかりとターゲット決めて打ちましょう。まだまだちょっとね、ダメージが乗り切らない状況ですね。あー、ここで来たか。いやー、ちょっとブートヒルさんタイミング悪かったね。まあ、ただ今の回復で元通りです。ちょっとだけロスになりましたね。まあでも十分十分で、ランハでしっかり倒すことができればブートヒルのポケットも溜まるので、この辺りのバランスもね、結構いいなーっていうところです。じゃあターゲット決めて削りましょう。12万、ちょっとずつ伸びてきましたね。で、倒しきりました。で、ここで必殺技を使います。弱点撃破するとね、今回に関しては SP も必殺技も溜まるんで積極的に使っていきます。で、調和主人公の必殺技とレイサかな。なるべくね、SP も使いたいところですが、ここは先に攻撃してもよかったなというところです。さあ、弱点撃破のデバフをつけて、ランハで28万。まあ、なかなかいい感じに。20万。まあ、合わせて50万ぐらいだね。さあ、ブートヒル、50万出た。そうなんだよね。後半戦ならとブートヒルここまで来ると強いんだよね。ここに行くまでが大変だけど、ブートヒルはダメージ楽しいね。かっこいいしね。はい、30万。安定してますね。高い。さあ、ここ必殺技を使っていきましょう。ちょっとあえて残してたんでね。後半戦がね、結構激しいんで、足止め用にしっかりと必殺技使ってきます。速度が落ちるんでね、結構使いたいんですよね。攻撃していきましょう。
がいい。さあランハの番です。 SP ちょっと足りないんで通常攻撃します。まあ、調和主人公じゃなくてもよかったなと思うんですけど、必殺技の溜まり具合でバランス見てます。で、ブートヒロは絶対使いますね。火力出るんで、ちょっと大事にしたいところですね。ランハよりブートヒル優先ですね。さあ、SP が回復。はい、削って、レイさんもしっかりと必殺技使っていきます。さあ、削り切って。あで、これで左側倒せるとね、一番いいんだけど、SP 無駄にしたくないのもあるんで、通常攻撃で必殺技。ブートヒルとランハ組み合わせるときは、あまり SP 消費しないようにっていう節約はかなりしてましたね。その方がバランスは取れてました。ブートヒルの方が単体火力高いんで、どうしてもこっちの方がいいなっていうとこです。また敵の数もね、今回少ないんで、チャージの獲得のバランスとかも考えると、こっちの方が火力は出たなっていう感じでした。さあ、SP 回復優先したいけど、まあまあまあ、必殺技中なんでね、ここはしっかりとね、攻撃していきましょう。さあ、回復。なんとかバランスは良くだね。あ、しっかりファニングしていきましょう。さあ、あともうちょい。でも SP ないんで殴って、で、レイサーはもうスキルだね。で、ランハで、撃破して、全員溜まると。まあ、だいぶいい状況です。あとはもう倒すだけってところだね。どれくらいダメージ出るだろうね。期待はしたいな。あ、必殺技で、まあ、速度も落としておいてね、念のため。まあ、ランハも使っていきます。まあでも、チャージがね、そんなに溜まってないんで、ダメージ自体は出ないですね。あ、50万。やっぱ後半戦の敵が少ない状況は、ブートヒルは強いね。ランハで出せない分、ブートヒルで、なんとか出せたっていう感じです。で、1300ぐらいなので、かなりいい方なのかなと思います。はい、ということで、ブートヒル入りの編成を試したところいかがでしたでしょうか。まあ、末日の今回前半だったんですけど、なかなかいい数値が出たんじゃないかなと思います。もちろん後半でもね、クリアは可能で、1400ぐらいは出てるので、意外と使い勝手のいい編成でした。では、こちらについて3つほどポイントを話しておきたいと思います。まずは1つ目。単体殲滅が非常に優れているってとこです。まず、ブートヒルに関してなんですけど、単体特化の攻撃なんですよね。それに加えて、ランハで超撃波も狙えるようになっています。そうなってくると、全体よりも単体に対してのダメージが高くなっていますので、意外とね、単体に対しての殲滅力が高いっていうのがあるんですよね。ランハに関しては全体攻撃ではあるんですけど、メインに対して何回も攻撃するってことがありますので、削り具合としては意外と単体特化みたいなところあるんですよね。そういったところがブートヒルと相性良かったなと思います。なので、2人が必殺技を駆使して戦うと、より殲滅力が上がって良かったなっていうところです。ブートヒルの火力見てもらうといいんですけど、ほんと強いですからね。では続いてポイント2つ目です。ブートヒルのチャージ獲得と相性がいいっていうところですね。今回、ルワンがいない状態っていうところなので、作陣地が下がるっていうところがあります。どうしてもね、この効率面は下がってしまいますよね。ですが、ランハの必殺技と合わせれば、結果的には大量に作陣地を削ることが可能となります。しかも、お互いにチャージが貯めれるという恩恵がありますので、非常に相性がいいところですね。ブートヒルはスキルでターゲットを決めますが、その敵の弱点撃破は誰でもいいので、そういったところとランハは非常に相性が良かったなと思います。切り替えもできるようになるんでね、このあたりはね、使い勝手良かったですね。続いて3つ目です。火力の発揮バランスが取れているってとこです。ランハに関してなんですけど、敵が多い前半においては、強化攻撃で全体を削るってことは可能なんですよね。ですが、後半では敵が徐々に減ってきますので、ダメージの出し方としては苦手になってきます。ですが、ブートヒルの方は、チャージが後半に溜まるようになっていますので、ランハのダメージが下がるタイミングと、ブートヒルのダメージが上がるタイミングっていう噛み合いがとてもいいんですよね。
そうなってくると何波をカバーするような形で火力を出せるようになりますので、意外とこの点が相性良かったなと思います。最後の方でね、ブートヒルが50万近くダメージをポンと出していましたが、何波のダメージと比べた時に差が出てるってところもありますが、それは敵の数の依存もありますので、いいバランスが取れてるのではないかなと思います。それではブートヒル入りのまとめに行きたいと思います。ブートヒルが入った場合ですが、チャージのタイミングや火力の発揮できる部分が何波と逆になっているため、それぞれの活躍する場面の噛み合いが逆に良かったっていうのがあります。逆と聞くとちょっとね悪そうな感じはあるんですが、その逆になるタイミングが非常に相性がいいっていうところなんですよね。敵の数に合わせて火力のバランスが取れるようになりますので、意外と相性のいい2人だなと思います。まあ巡回レンジャーの2人なんでね、意外とそういった噛み合いも狙ってたのかなっていうぐらい良かったですね。こちらの編成に関して使ってみて思ったんですが、まあホタルとはまた違った強さっていうところです。ホタルに関しては編成全体の恩恵を与えるっていう印象はありましたが、ブートヒルの場合はランハとより噛み合いがいいっていうところでしたね。そういったところではこちらもこちらで面白い編成だったなと思います。それでは今回の動画のまとめに行きたいと思います。ポイントは3つですね。まず1つ目、意外とダブルアタッカー運用はありっていうところです。まあ、今回お遊び編成っていうところでダブルアタッカーやってみたんですけど、思ったより良かったですね。まあ、他にも裏庭とか虚構女児、祭り全部やってみたんですが、裏庭に関しては3ラウンド以内で基本クリアが可能となっていました。で、末日に関しても先ほどのブートヒルで300となっていましたが、他のに関しても1300以上でクリアっていうところだったんですよね。これはホタル、ブートヒルどちらの運用でもです。なので意外と強く使えるなっていうところがありました。また今回の編成に関してはルアンをなしとして使っていますので、結構強く使えた方かなと思うんですよね。遊び編成としてはかなり有力な編成になるのかなと思ってます。編成的にサポートをどこで使うかって悩むところがありますので、合わせるっていうのはなかなか面白いかなと思います。続いて2つ目です。こちらはちょっと注意というところになりますね。ルアンの公園水がかなり大事だったっていうところです。今回ですが調和主人公にルアンの公園水を持たせるっていうことをしています。これに関しては SP 面においてかなり安心感が上がってくるためですね。正直ない場合かなりコントロールが難しい編成だなと思います。この理由としてはもともと衝撃派編成っていうのが SP 消費が激しいっていうのがありますからね。そこを考えると可能だった場合は調和主人公にルアンのモチーフ公演性を持たせるっていうのが非常に大事かなと思います。多分これがなかった場合もう少し時間がかかる編成になるのかなと思いますね。続いて3つ目です。虚構女児の適性はそこまで高くないっていうところです。裏庭末日に関しては正直問題ないレベルだと思います。ですが虚構女児に関しては結構厳しいかなと思いますね。厳しいと言っても蛍入りの場合は3万5000点がいいところでした。ブートヒルになるともっと下がるってとこですね。なので虚構女児に関しては蛍とかで最適編成を組んだ方がいいっていうのがありますので、そこまでは適性が上がってないってところだけ注意しておいてください。虚構女児に関してはどうしても難しかったっていうのがありましたね。ということで、今回お遊びからちょっとね、真面目寄りな感じになってしまいましたが、ルアンをね持っていないって方はもしいたらこちらの編成を試してもらうといいのではないかと思います。この編成を使ってて個人的に嬉しかったところとしては、3人のうち誰か1人っていう選択じゃなくて2人使えるっていう強みができたっていうところですね。特にブートヒルに関しては適性っていうところの幅が狭くなりがちだったので、どうしても使い勝手が難しかったんですよね。まあ凸をしていればまた話は変わってくるんですけど、凸をしていなくてモチーフを持っていなくてもランハと合わせることで適性の幅が広がるっていうことがありますので、なんかこの点はねすごく良かったのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。